このセッションはですね、あの、成果を生み出すチーム作り、連携作りということで、ええー、まあ、あの、いろんな、あの、形で組織だったり、まあ、一人じゃできないことがかなり多いと思うので、あの、そういったものを自分の組織でもいいですし、地域でもいいですし、あるいはもっと広い範囲でも連携して作っていくっていうところに対して、 まあ、あの、それぞれの,あのフィールドで活躍されている方々と思いますね。その、え何、ー、でしょう。これからのあ、これまでの経験だとか、今後こんなことやっていきたいっていうのをシェアし合えたら、えー、我々にとってもプラスになると思うし、あの、聞いている方々にとってもプラスになるかなと思っておりますので、あの、ぜひ、えー、シェアしていきたいなと思っています。で、えっと、ちょっと画面をシェアさせていただきます。見えてますかね。はい。 えっと、まあ、このタイトルでということで、えっと、今日の流れ、えー、4つの流れでいきたいと思っております。えっと、まず自己紹介、各活動の、まあ、ビジョン、志、ゴール、イメージとは、まあ、こんなことのためにやってるんだよと、まあ、自分は何者で、こんなことに向かって、えー、今動いてるんだってことを、まず最初に簡単に軽く1、2分程度でお話をいただいて、えー、軽く温めた後、えー、少し2番目で実際こんなことやってますよっていうのを少し具体的にお話しいただければなと思います。 その上であの、いよいよ3番目がメインかもしれないですが、その活動を実現するにあたって、これまでの経験の失敗、あるいはまあ成功、こんなことがなんかうまくいった、こんなこと手応えあったよとか、これやっちまったな、みたいなことをシェアできればなと思っていますし、えま、最後にえ時間があればあ、ま、できれば一言二言から、ま、時間があれば2、3分、え今後あのその達成のためにこんなことチャレンジしていきたいよなんて話をしていただければと思いますが、皆さんよろしいでしょうかはい。はい うん、ではです、ね、最初は私からいきますね。えー、っと私あの、1975年の,あの大阪生まれなんです。ただ、関西弁調べれなくて、阪神タイガース好きなだけなんですけども、あの今年は嬉しいですであの。父のふるさとは岩手の山奥で方言きついところで、母は大阪市内で、まあ、その後転々としてました。自分のふるさとってなかなかなくてあの、逆にふるさとの言葉方言だとか、景色だとか、祭りだとか。 まあそういった人たちが羨ましいので、まあ、今こういう観光というあの業界に携わらせていただいて、まあ、それぞれがそれぞれらしい魅力を出していければいいなということが根っこにあります。であの もともと三井物産で新卒に入ったんですけど、いやこの観光っていうか、地域のことをやりたいということで、えー、星野リゾートに入りまして、2005年から2010年、あの今、青森屋となりましたが、ちょうど名前が切り替わって、再生の途中の小牧グランドホテルの再生、<laughs> あるいはあその後お、雲海テラスとか、アイスビレッジで有名になった、えー、アルファリゾートトマム、今、星野リゾートトマムになってます。その、えー、ちょうど名前が切り替わるとき、私もあのいました。でその後あの、いろんな形でマーケティングだとか、海外、えー、星野やバリの開業、 男をやってたんですが、今は、えー、とメインは株式会社、刀というところで、右側、森岡剛が映ってますが、えー、USJ の再生を行った森岡剛の率いる刀、えー、そして、まあ、そこが今手掛けている沖縄北部のテーマパークプロジェクトの会社、ジャパンエンターテインメントで、えー、テーマパークの実現を動いているとともに、自分の会社もありながら、ですねプロボノ的に右側、映っているのがあの釜石の旅館、あの蓬莱館のおかみさんなんですけど、こことか、今のところをご支援したり、人材育成を手伝ったり。 うんとオンライン青森夏祭りなんていうそういう青森のイベントをです、ね、あの国内外に発信するのを、まあ、なんていうのプロボノ的というか、まあ、これはもうボランティアベースでえ好きなことをやっているようなそんなあ私でございます。はい、で、えっとですね、買ったなとしてあ画面映ってないのかな画面共有できてないのかな ?YouTube 上はそうか見てますね。あの 私のいる刀としての考えているところ志という部分にもつながると思うんですけども単にまあブランディングしましょうってことじゃなくてやっぱブランドを作ってかつ何て言うんでしょうあの地域の魅力を見つけて形にするとともにそこをやっぱりあの今日あの えー、アトキンソンさんも言ってましたけどビジネスにするんだよってことの中で稼ぐことをしっかりあの会社としても投資しビジネスとしてやっていこうとで加えてそこで人を残していこうと、えー、自らが価値を生み出したりだとか利益を生み出したり地域に事業と人を生み出し続けるような人を育てるみたいなこれはまあ一貫してやりたいというまあ志のもとで今私もあのこの,あのこ志にものすごく共感しながら、まあ、沖縄のテーマパークに携わらせている、まあ、それがあの今の私の 自己紹介と会社として、そして私自身共感している、まあ志、目指す姿です。ということで、一旦私は終わりたいと思います。では、続いて、先ほどもお話しいただいちゃってるけども、龍崎さん、改めて、えー、自己紹介と、<laughs> まあ、こんなこと今目指してやってます。みたいなところ、え二、ー、<laughs> 分ぐらいでお願いできますか。はい、初めまして、初め、改めまして。お願いします。<laughs> よ,ろよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。 えっと先ほど、えっと、一番最初のセッションをご覧いただいた方もいらっしゃるかと思うんですけれども、まあ、改めて簡単に自己紹介をさせていただきますと、えっと、ホテルの経営だったりとかそういったところをメインでやらせていただいている竜崎と申します。で、まあ、先ほどの紹介では、まあ、ホテルの人ですみたいな感じでやらせていただいているんですけれども、まあ、自分もなんかそもそもの一番大きいミッションっていうところで言うとなんかこう今の日本 日本に限らずもしかしたら世界全体かもしれないんですけれどもなんかこういけてる選択肢意外とあんまない領域いっぱい歩くねみたいなところが、まあ、自分の一番最初の原体験のところにあるなと思っていてじゃあ例えばお洋服だったりとかお食事だったりとかっていうのはすごくたくさん素敵な選択肢があるんですけれどもじゃあそうじゃないところで。 例えば5年前の宿泊とかもまさにそうでもう本当にビジホに泊まるかシティホテルに泊まるかしかないみたいな選択肢のところにでもそのビジホでもシティホテルでもラブホテルでもなくて、えっと、ファッション性だったりとかそういうデザイン性の高いなんかもっとこうオープンでフラットなホテル作りみたいなのがあってもいいよねみたいな感じで生み出されたのは私がやっているホテル C であったりですとかじゃ例えば住む。 えっと生活する住宅,に住宅を借りてそこに住むってなった時にうんと全部100%全てが自分の空間でじゃあこう壁とかも全部白いボコボコの壁紙であのなんかこう天井も全部こういうシーリングライトでみたいな選択肢がほとんどなところでじゃあそのホテルと家の間らへんの自分の家ではあるんだけどちょっとそういう提案だったり とかががああるよようううなそういいいい住まいがあってもいいよねだったりとか何かそういう自分たちにとっても当たり前になっちゃってるから別に違和感感じないんだけどよく考えたらこれもっとこういうのあってもいいじゃんみたいに思えるようなことを実現していきたい新しい選択肢を作っていきたいなっていうふうに思っているっていうのが、えっと、自分たちの会社をやってる上での大きな背骨になってるのかなというふうに思っていてで、まあ、その中の一つとしてホテルをいろいろな形で提案させていただいているっていうの もありますしじゃあホテルを選ぶっていう時にじゃあ今までは OTA とかそういったところで選ぶっていうのがほぼ唯一かになっていたんですけれどじゃあそうじゃなくてちゃんとホテルさんのことをじゃあインスタだったりとかツイッター系で知って自分がそのホテル好きだと思って選ぶっていう選択肢そういう選択の仕方自体をもっと広げられるような選択肢があってもいいよねって思っていたりですとかじゃあそ,のそういったまあなんか 選択肢を広げていくようなそういう授業をやっているっていうつもりで、まあ、観光業を軸足に置きながらいろいろなところに携わらせていただいているというようなところが、まあ、割とこう自分的にはフィットするような自己紹介になるのかなというふうに思っております。で今日は組織のの話がメインになるとというところですので、す お話できたら嬉しいなと思っております。今日はよろしくお願いいたします。お願いします。めっちゃワクワクします。本当 <laughs>、ね、ですかでよかったです。聞くだけでなんか血が血が踊る感じで <laughs>、うん、限りますね、はい、では続いて村松さんお願いします。はい、あのどうも、皆さんもあ,ありがとうございます。今日はよろしくお願いします。画面をちょっと共有しながら話したいと思います。はい、はい あの本当に今日はご参加いただいている皆様もありがとうございます。私、ちょっと社団法人を運営しておりまして、まあ、ここの皆様を代表して、ですね今日はちょっとあのお話をさせていただいて、お礼を申し上げたいと思います。本当に今日はありがとうございます。まあ、ちょっと最初に自己紹介なんですけど、もともと私もですね、えっとまあ、前職のとまは、えっとまあ、新規事業開発室長とかですね、事業部長をやってまして、 あの全国をを横断的に見る部署をやってましたもともと2名で始めた事業がまあ最終的にやっぱ数百名になっていったというところの組織づくりのところから、まあ、あのえとお役に立てるところもあるかなということで起業して実はまだまだ3年目で本当にあの遅咲きのルーキーでして <laughs> 本当まだまだ勉強させていただいて皆様からあの日々教わっている立場でこういうことを話すというのは非常に恐縮です。 で内容はですね、まあ、官民の仕事をやっていたということもあって、まあ、省庁の,あの事業の委託とかですね、まあ、こういったのを受けていることが多いです。で市役所ではですね、今、市の中で、えー、専門員として勤務をしていたり、あと DMO ですね、この DMO の皆さんと一緒にやっていたりということと、あと民間企業ではですね、ふるさと納税トラストバンクのふるさとフルチョイスのアドバイザーをやったり、損、ま、保、あの,の,のアイドバイザーですね。 まあこういうことをやったり、顧問ですね。で今日はあのスキー場はマッカースという会社で観戦とかやってますけども、まあ、ぜひ今日はあの滑らないように、スキー場のだけにです、ね、しっかり頑張っていきたいと思います。はい、あとはこの団体の DMO エニアというところですね、ここと一緒にやってます。で、えっと、団体はですねこういう構成になってまして、DMO の方々ですね。 えっといろんな DM の方々と、あとまあ地域の事業者の方々、まあ、スキー場が非常に多いんですけど、まあ、そこと、あと民間事業者、ベンチャー企業の方々が多いですね、今日の山野社長の遊びをさんだとか、えー、こういったところも一緒にやらせていただいているところです。あと,あの、えーっと、あそこですね、抹茶の青木さんのところとかですね、こんなところで一緒にやらせていただきいいます。はい、でね。 で今日はですね、えっと、私がこのチームで絡んで一緒にやらせていただいていることで DM をよろず相談というのを毎月第1水曜日にやってたりだとか、あとはインバウンドの開口の最後出発ガイドラインというのをの執筆させてもらいましたので、まあ、この5円からちょっと今日お話をいただいて、まあ、少しでも親子に立てるように頑張っていきたいと思います。今日一日どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。もうあのチャットの方でも、村ムラさん頑張ってくださいと、中国でも頑張ってっていう応援が来ているよ <laughs> す。すよろしくお願いします。<laughs> はい。はい では続いて、井口さんお願いします。はい。どうも、今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。えー、雪国観光圏の井口と申します。じゃあ、私もちょっと画面共有でちょっとお話、画面見えてますかはい、見てます。はい。えっ、ー、と、じゃあ、簡単にまあ自己紹介なんですが、あのー、私、今日はあの、雪国観光圏の代表ということで、えー、今日は参加させていただきますが、まあ、本業は3つほどやってまして、えーまあ、1つはですね、 まあ、あのー、これ僕の実家なんですけど、越後湯ゆの駅前に、はたごい線っていう旅館をやっております。で、えー、その他に、まあ今日の、まあ一つのテーマですけれども、あのー、2008年からですね、一般社団法人、近韓公権っていうのを、えー、立ち上げて、まあこの代表をずっとやっております。で、まあ3つ目がですね、えー、これ2018年から、あのー、新しく経営を引き継いで、 地元に龍盆という温泉旅館があったんですが、まあ、その経営を引き継いで、えー、この龍盆の代表ということで、えー、やっております。で、まあ、志というか、まあ、思いなんですけど、まあ、僕の場合はですね、どちらかというと、まあ、最初、この、まあ、はたご遺っていう旅館もそうなんですけど、まあ、最初からこう旅館業をやりたくてやったというか、僕の場合は、まあ、実家がそこだったので、まあ、何気にこう自分の旅館に戻ってきたときに、 結構旅館業のカルチャーショックみまあなんとなくこう、まあ、僕が戻ってきた1997年とか8年ですけど、まあ、まだまだバブルの匂いがある中で結構旅館って割と古臭さい、まあ、経営スタイルであったりとか、まあ、なんかなかなか地元っていうものも非常にこう古臭いしきたりの中で観光業界って動く中でやっぱりこう旅館業って本来どういうものなんだろうっていうことをずっとこう自問した中で。 実は、旗ご線っていうのは、まあ、ある意味旅館に対するアンチテーゼっていうような意味で、全く旅館とは違うアプローチで作ったのが、まあ、2005年の旗ご線です。で、これをやっていくと、今度地域の課題っていうのにぶつかってきて、まあ、今までその、湯沢町っていうですね、町だけで観光を捉えるんじゃなくて、いやこれからもブランドを考えると、もっと広い視野で地域を考えていかなきゃいけないんじゃないかな。だけど、そういう仕組みってなかなかないよねって思ったときに、 えー、ちょうど観光庁が発足をするときに、まあ、広域で、えー、新しい地域のブランドを作っていこうということで、雪印観光券を作り、で、雪印観光券を作っていくと、なんとなくやっぱりそれを可視化するための仕組みっていうか、やっぱりプロダクトが欲しいということを考えるときに、まあ、たまたまリューゴンという旅館の経営が必要じゃないかということもあったので、このリューゴンも、まあ、2018年から経営をてきいたんですが、えー、2019年に、まあ、大規模に、まあ、リブランディングして、 文字もあえてローマ字流言にしてですね。まあ今までの温泉、温宿流言という名前から、まあ雪国を感じる古民家ホテルというようなテーマでローマ字流言ということで、まあ、やっていますということです。まあ今日は組織の話ですが、まあなんとなくこう自分の今日自己紹介するベースの中には、何かやっぱりこう新しいものをこうやっぱり課題といいますか、ね、今あることに対するすごくこう、 フラストレーションみたいなものがすごく僕の中にあって、それがいつも何か新しいことをする、例えば新しい組織を生むっていう時の、なんかこう起爆剤になってるんじゃないかなと思って、ちょっと簡単に自己紹介させていただきました。どうぞ今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。 あの皆さんなんか共通するのが、なんかいけてないことに対して、あるいは不便だとか、不満だとかっていうところをそこでとどめないで、それをどう変えていくのかっていうところに皆さん、エネルギーを注いで、それを実践されてる方々なのかなと思っておりますので、まあ、そこら辺この後、まあ実際に活動されてることであったりだとか、今後、活動での成功事例、失敗事例についてもお話をいただければなと思ってますのであの、めちゃめちゃさらにワクワクしてまいりました。 でではですねあのメインはあのその成功事例、失敗事例いろんなところ共有していただきたいんですがその手前に、まあ、少しも今ご説明いただきましたけど今取り組んでいる、えー、取り上げたい活動内容について同じように2分ぐらいでですね、えっと、リュウザ崎さんから改めてご説明お願いしますはい画面共有させていただいてもよろしいでしょうか。どうはい、サイトがなんだかんだ一番わかりやすいかなと思ったので <laughs> 自社サイトをご覧に入れたいと思っているんですが。 L&G グローバルビジネスという会社をやらせていただいております。で、結構、先ほどの話でもちょっとこうお察しいただけるように、本当にすごくいろいろなことを今やっているので、ちょっとバラバラした話になってしまうんですけれども、えっと、主に事業塾としては、えっと、6つありますあの。オープンして6、7年ぐらいの会社で、こんなにやっちゃっていいのかなというところあるんですけれども、まあ、一番大きい事、えっと、業塾としては、ホテルをやらせてもらっていますと。で、まあ、これは、まあ、特徴としては、 えっとまあ、結構館にもよるんですけれども、まあ、自分たちがやりたいこととしてはそれまでホテル業とかでやってられてこなかったことっていうのをどうやって形にして提案していくかっていうところをすごい重要視しておりましてホテル C っていう関西でやっているブランド えっと、2店舗、京都、大阪をはじめ、えっと、北海道のホテル、雲井だったりですとか、えっと、湯河原の座旅館、東京、湯河原だったりとか、そういうところをやらせていただいております。で、なんか特徴としては、えっと、私たち先ほどの、えっと、一番最初のセッションにもあった通りえっり、と、自社予約にすごく力を入れておりまして、例えば、この京都、大阪だと、自社予約比率がだいたい45%から50%ぐらい。 ありまして湯河原の場合は、えっと、自社薬の割合が大体80%ぐらいあるというような形で、まあ、基本的には、えっとまあ、魅力的な商品開発をしてそれを、えっと、SNS だったりとか、まあ、そういったところに載せて、えっと、ファンになってくださるようなお客様のところに届けていくというそういうところにすごく力を入れているようなそういうホテル作りをしておりますと。 でなんかそういう自分たちのこう営業形態というかそういったところにはまってくる OTA が世の中にあんまないなっていうところが、まあえっと、2017年ぐらいからの課題としてありまして。でそういってなんかイケてる自社の ツールが全然ないみたいなところで自分たちがチルンという自社役のプラットフォームを作り出すようになりましたでそれはまあ自分たちもやっているようになんかこう単純にじゃあこのホテルは駅から徒歩何分でみたいな清掃のスコアが何点でとか価格がいくらでとかそういったところで自分たちのホテルを選んでほしいんじゃなくて、まあ、このホテルはこういうカラーでこういう なんかスタイルが売りでその世界観を体験しに行きたいからじゃあこのホテルに行くんだよねとかこの宿に行くんだよねっていうところをちゃんとなんかお宿さんが自分の言葉で伝える。 ツールっていうのがほとんどないっていうところに、まあ、すごい課題を持っていたのでまあなんかいわゆるこう雑誌を読みながら予約ができるようなそういう予約プラットフォームそれもいわゆる OTA っていうよりかは自社予約にすごい特化したようなプラットフォームを作らせてもらっていますとでまあなんかその派生もあって、えっと、去年のコロナ期とかは未来に泊まれる宿泊券っていう えっと、先々の、えっとえっと、オンラインチケット先払い予約サービスとやれるようなそういったものを展開してもらったりですとか、えっと、ホテルシェルターっていう、えっと、稼働が低くなってしまったホテルと、まあ、自宅に帰れなくなってしまったような帰宅困難者の方々をマッチングするようなサービスをやったりとかそういった取り組みをこのプラットフォームの発生でやらせていただいております。 でまあ、同じ流れで、まあ、自分たちがこうやってやっている一通りの、まあ、メソッドみたいなものがあるときにそれをなんかこう他の事業者さんホテルさんだったり自治体さんだったり、まあ、デベロッパーさんだったりそういったところにご提供できるところもあるんじゃないのかなと思って「水星」というコンサルティングチームを立ち上げておりますとで過去にやっているところで言うと。えっと 唐津にあるまちづくり会社の方とコラボレーションした、えっと、ホテルの開業支援をしてもらったりですとか、まあ、自治体さん等とかですと、まあ、大阪市の、まあ、港区のベイエリアあたりの、えっと、情報発信をするためのジンを開発したりですとかあとは佐世保長崎県佐世保市の、えっと、魅,力魅力発信する、まあ、なんか LP というかそういったものを作らせていただいたりですとかあとは何だろう あのホテルさん、えっと、大手ビジネスホテルの SNS 運用をさせていただいていたりですとか、あとは大手デベロッパーさんの、えっと、新しい新規事業の、えっと、お手伝いさせていただいたりですとか、そういったところが非常に多いのかなというところと、あとやっぱ商品開発は割と得意領域になってくるので、他の大手ホテルさんの宿泊商品を作ったりというような、そういったお手伝いをせていただいたりもしておりますと。まだまだだ続くんですけど あとは、これは自分たちでまあなんかブランドとか立ち上げたりもしていて、これはホテルのプライベートブランドっていう形になるんですけれど、こういうなんかホテルロゴだったり、ホテルの世界観みたいなのを踏襲したアパレルブランドみたいなのをやらせてもらっていて、これがでもなんか意外と初めはお土産になったらいいやぐらいの気持ちで始めてるんですけれど、も意外と毎月100万とか、そのくらい売り上げたりするような形で、なんか単純にホテルと、 お客さんの関係性ってやっぱ多くても年一ぐらいでしかつながれないところに対して、まあ、こういうプロダクトを提供したりとか、えっと、提案させていただくことでこうよりレーションを深めていくようなそういったことをやらせていただいたりもしていますとでまだまだちょっと続くんですけどあとまあエンターテインメント事業みたいなのもさせていただいておりましてこれ今、えっと、ホテル C 京都を貸し切ってやってるんですけれども,もう完全に満室になるぐらいすごい人気で何かっていうと えっと、イマーシブシアターっていう、えっと、海外で実際にあるものでいうと「スリップノープのオモア」とかが結構近いかなと思うんですけれどもそのほてあと演劇って普通舞台と客席が分かれていて客席からその舞台上で行われている、まあ、物語を見るっていうようなやり方あの鑑賞方法が一般的だと思うんですけれどもイマーシブシアターっていうのはその舞台と観客席が一体化していて一つの建物の中で お客さんも1人の登場人物となりながら物語が進行していくっていうような演劇体験なんですけれどもそれをホテルの中で実際に宿泊体験を伴いながらやっていくっていうようなそういうプロジェクトを去年ぐらいからやらせていただいておりましてこれは今までとこの 1, 1年半ぐらいで全部で200公演ぐらい、えっと、5シリーズ200公演もう250くらい行ってるのかな。 せてていいいただいているというような非常に人気のプロジェクトをやらせていただいたりもしておりますというようなあとはちょっと簡単にちょっとしたメディアをやらせていただいていたりとかあとは先ほどの話にも挙がっていたような、えっと、観光教育のプロジェクトをやらせていただいたりもしているというような形でちょっといろいろ盛りだくさんなんですけれどもそういう会社なので。 ないとぞ、今後ともお見知りをいただけると <laughs> 嬉しいなと思っております。まあ、またこれに関する組織の話は後ほどできたらと思っております。よろしくお願いいたします。どこ,ど,こどこのお話をしてくださるのかが大変で、全部聞いたら2、3日かかるんじゃないかと思いです。いや、まじで全然ありえますね。なんかちょっと、<laughs> それを進めてるのは心苦しいんですけど、<laughs> 後ほどぜひ聞きたいなと思います。はい、ありがとうございます。すごいな、いろいろやってる。 えとじゃあ村松さん、えーと、今どんなこと取り組まれているのか、はい、その、はい、観点も含めてちょっとお話いただけますか。分かりました。じゃあちょっと画面また共有しますね。はい。で、えっと、ちょっとゴールイメージと具体的な内容というところを、ね、飛ばしながら少し話していきたいなと思います。まあ、もともとチーム作りと組織作りというところが案内だったので、まあ、チーム作りということで、これは前日、あの総会でやらせていただいた皆さんで、今日は先ほどあのチャットを入れていただいたのはナイトレさんだとか。 アーキュタイヌツリズムさんというところが今日は参加いただいているようです。こういった仲間で経営しています。で、えー、と連携先はですね、まあ、省庁の事の業をやっているということもありまして、まあ、いろんなこういうチーム編成で、それぞれの地域をあのまあ解決に導いていこうということで、課題を対策としてやるようなチームでやっています。事、まあ、業モデルはです、ねまあ、いろいろあるんですけれども、まあ、基本的にはあの課題を解決するということが目的なので、 その課題を解決するためのソリューションをすべてワンストップで提供するということが、えっと、多分、社団法人としての一番の目的になっています。次にです、ね、それをどうあの地域でこう、まあ、あの皆様に役立っているような考えでやるかということを、まあ、マーケティングであるとか受け入れ環境整備プロモーションという3部に分けて、まあ、観光地域づくりと、まあ、あと、地域人材の育成というのもちょっと異変な言い方ですけども一緒にやりながら、まあ、最終的には住民のライフクオリティ、まあ、ここを上げていかないと多分、自治体さんと一緒にやる。 価値もないと思いますので、で関係人口の創出ということと移住促進に向けて動いていきたいなと思っています。で、こんなことをやってですね、えっと、具体的な今ではどういうことをやっているかっていうと,、えっと、ちょっと質問なんですけど、時代の変化に対応できなくて絶滅した生物とはということで、えー、お話し,しますと、ちなみに答えはですね、まあ、想像できると思いますけど、恐竜です。なんで、恐竜ということで、えっと、答えはですね、ここま先がありまして、 やっぱり最も利用が多い観光地でなく観光資源が優れた観光地でもないと唯一生き残れるのは環境の変化に対応できる観光地であると、まあ、これをもとにですねまちづくりとかあのコンセプトを決めて一緒にやってますでこれでまあやっていくことはですね、まあ、CS ポートフォリオを使ってあの相関分析をして一緒にお客様を知るということをやったりだとか、まあ、何が今お客様が一番評価してるんだってことですよね ホテルさんによっては設備の充実だとか、これちなみに DMO でやってるやつですけど、まあ、スキー場のアンケート調査をやって、設備の充実を望んでいたとで。価格はもうそのままでいいと思ってたっていうのが、先ほどの値上げをするべきところっていうところに通じるところかなと思いますね。はい、あと、先ほど龍崎さんもおっしゃっていただいた通り、やっぱり女性の方々がです、ね、どん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 活躍してもらって、ありたい姿をみんなでビジョンを描いて、チーム作り、やっぱりありたい姿を思うことからまず始めようということで、一緒にやってます。 で来てほしいのはですね、やっぱり人を育てるということが重要だと思いますので、コンビ100票ということで、情熱、創造性、主体性を持ってやっていこうということで、一緒にやっています。はいで。私からはですね、以上のところで、現在の取り組みと具体的な内容をちょっと軽く紹介させていただきました。ありがとうございます。 ということは丸本さんはあれですね。各地域観光地であるとか、その観光地自身が持つ課題もあれば、そこの構成する施設とかの課題なんかも含めて、<っ>それをネットワークでそれぞれの知見を持ち合いながら解決していく。そのそうなんてうハブという中心になってる。そんなイメージですかね。そうです。面白いな。なるほど。わかりました。その後だ三番目が非常に楽しみです。じゃあ井口さん、ぜひ具体的なところで今日がの、はいはい、ぜひ教えてください。はい。 えっと、画面共有見えてますかはい時間もないのであの端的にポイントだけお話をしますけれどもあの雪国観光圏って3県7市町村にまたがって活動しているんですけれどもこれ意外と落とし穴というかあの僕もその旗越え線を作った時に湯沢町の湯沢、まあ、といえばスキーと温泉で有名な場所ですけど いや、観光の、まあ、町であるんですが、やっぱり非常にですね、スキーと温泉って非常に、まあ、インパクトあるけれども、逆に言うと、スキーをしない人にとって、伊沢町って全くデスティネーションになってない。で、それを考えたときに、まあ、これ周辺市町村ですけど、それぞれ、まあ、特徴があります。まあ、とは言っても、この7つの市町村が並んだからといって、魅力を感じるかって、感じづらいですよね。どこにでもあるようなものなので。 で僕らがやったのは、この7つの市町村を、まあ、雪と共生してきた文化の地っていうところにリブランディングしたっていうところから、僕の事業ってこう始まってます。まあ、この活動を、まあ、ずっとやってるというか、まあ、これ、簡単そうに見えて意外と難しいんですやっぱりその市町村ごとにやっぱり権限と財源もあるし、市町村の首長さんごとにやりたいこともあるし、そこにいるプレイヤーさんだっていろいろ事業なんで、やっぱりブランドが合うわけじゃないんで。 ただ僕はずっとこの地域が世界と戦っていくためには、やっぱりこの雪と共生してきた文化っていうものを、まあ、軸としながらやっていこうというような話をしてきました。まあ、具体的な活動としてはですね、まあ、雪国観光圏で2つの組織から成り立ってるんですが、まあ、僕が代表を務めている雪国観光圏、まあいわば僕は DMO っていうかどうかわかりませんけど、とりあえずは DMO ですよね。重点支援 DMO というか DMO になっています。で、 DMO だからといって何か全てできるわけではなくて僕らがやっている領域というのはあくまでそのマーケティングであったりえーまあそのマーケティングから商品造成に移るまでのプロセスのお手伝いというようなところですでそれからまああの桜クオリティとか永久グルメとかっていう部分でまあ,ある程度その宿泊施設や飲食店の品質を上げる活動というのもやっていますでも結構そこでまあ重要なのは じゃあそれを具体的に商品造成して誰が手配をしてじゃあ最終ユーザーのお客様に届けるかという役割が必要なんですがそこはまた別会社で雪国観光社という DMC がありまして、まあ、そことリンクをしながら、まあ、やっているということです。まあ、ある意味、まあ、ブランディングから品質改善まで割と一括でサポートし、まあ、実際、実証客も伴うというのが雪国、まあ、観光券のまあ特徴ということで、まあ、やっているというようなまあ感じです。 まあ、あの後半、ちょっと卒業作りの話で、ちょっとその辺のまの、あ、具体的な部分というのは、ちょっとそっちをメインで話そうと思ってるんですが、雪国観光圏の活動としては、まあ、そういったところがまあメインになっています、ね。なるほど。ありがとうございます。はい、今、村本さんからツッコミ入ったんですけど、今ね、画面がスライドショーじゃなくてなんゃ、手元の,あの操作画面になってたので、ああ、ごめんなさい、ごめんなさい、はい。うまくやっていただけると、よりみんなに見れるかなと思います,いすあの,あの私も見れたんですけどね、次の,次のセッションでいきたいと思います。はい、ごめんなさい で私はもうかか簡単に、えー、今の活動なんですけどまあ,あの個人的な活動でこの間オンラインアーモニ夏祭りの協議会立ち上げたりもしたんですがよいしょっともう1枚だけ。 えっと、こ,ここであの、えー、沖縄のテーマパークを作ろうとしています。沖縄のです、ね、北部の泣き人村と名護市の間にある嵐山ゴルフクラブというところで今作ろうとしているんですけども、まあ、テーマパークっていうと鉄の塊だとかあるいはなんていうでしょう室内型とかジェットコースターとかいろんなふうに、まあ、イメージを湧いちゃうと思うんですけどテーマなので、まあ、これはやんばるの沖縄の大自然をテーマにしたパークとして今準備を進めています。 するので今ちょっと教えるわけにはいかないので、えー、お口にチャックをしなきゃいけないということではあるんですけども一方、まあ、それなりの巨大なプロジェクトなのでいろんな関係者の方々の、まあ、ご納得を得たりだとか協力を得たりだとかってことをしていかなきゃいけないので、まあ、私の活動としては、えー、っと一言で言うと、えー、地元工作員という感じですね、まあ、地元に、まあ、あのなんて応援してくださる方を増やしていくあるいは、まあ、反対の目をなるべく積んでいくというか。えー いうことをまあ丁寧に丁寧にやっていくような活動をやってますのでそこら辺についてこの後のセッションでお話をしたいと思います。ということでじゃあ3番目いきますね。えー、とじゃあいよいよ本論というか、まあいえー、と皆さんかっこよく自己紹介それぞれ素晴らしいことをやっていらっしゃいますが簡単じゃなかったはずなんですね今の位置にするで、今も苦労していることもあるかと思うんですが、まあ、その中で、えー、ここの本来のテーマである成果に近づいてた。 竜崎さんでやるともう6つの授業をやる、まあ、それも苦労しているところもあればうまくいっているところもあるんですけど、その過程において1人じゃできなかったはずだと思うので、そこら辺、チームだとか、えー、社外あるいは地域との連携とかについて、まあ、ぜひあの熱く語っていただければなと思っています。えー、っと再び竜崎さんからでよろしいでしょうか。 はい、ありがとうございます。ちょっと組織に関して、はい、私もなんかそんなに詳しいわけじゃないので、まあ、なんかこんなことがありました。みたいな感じのエピソードベースとかになっちゃうのかなと思うんですけど、まよろしくお願いします。あ、わかりました。でもなんか。まあ自分のなんか採用だったり、組織作りにおいて一番大事にしてるところっていうのは結構バイブス採用って風に自分たちは言ってるんですけど、バイブスが全てだと思ってるんですよね。なんかあのバイブス？って なんか当たり前に使っちゃってるんですけどもしかしたらご存じない方いらっしゃるかもしれないのでんいいちょっと補足するとバイブスってなんて言うんですかね気持ちなんか気持ちっていうか,マイマイなんかフィーリング、うん、フィーリング精神的あり方みたいなのがこうバイブス、うん、だと私は思ってるんですけどそのバイブスが合ってるかどうか周波数とかカルチャーマッチしてるかだったり。 カルチチャーマッチして何か,か,か,かそういったところが本当に何よりも大事だなってめちゃくちゃ思っていてでなんかこうバイブスが合っていればじゃあ何をいいと思うか何を良くないと思うかとかの意思決定だったりとかもすごく、えっと、しやすいですし、えっと、バイブスが合っていれば自分がやりたいことを自分以上にその世界観を体現できてくれるしでそうすることで何て言うの技術的に 技術的にだったりとか、まあ、スキルセット的に強い人なんて世の中に無限にいるんですけどそのスキルセット的な強さを別に突き詰めたからといって別にいい会社になれるわけが全然ないと思っていてどちらかというとなんか自分たちにしか見えてない世界だったりとか自分たちにしかできない提案とか自分たちにしか作れない価値を作ることの方が会社としてはすごい大事だと思っているんですよね。なででそういうい意味でまあ自分がが本当に運が いいなと思っていることは、まあ、結構創業した初期の頃に本当に偶然的に、えっと、そういうバイブスが合っていると思われる方々と出会えたでそういった方はやっぱ今でも一緒にお仕事してくださっていますしでそういった方がいたからこそ自分がやりたいことみたいなのをより引き出してもらうことができたりじゃそれを実現させていくために動いて、まあ、一緒に動いたりすることができたかなというふう思っているので。 自分が今でも採用するときにすごい大事にしていることとしてなんかそ,のその人がこの会社に入った時にこの会社だったりブランドの持っている世界観を濃くしてくれる人なのか薄めちゃう人なのかっていうのをまあ見極めていたりですとかあとはそもそもなんか自分が相手のファンになれるような,なんかそういう方と一緒にお仕事をしていくっていうことをまあすごい大事に 捨ててもらっているかなというふうに思っておりますと,いうところがまあなんか自分がすごいありがたいことにここまでなんか経営活動とかをしてくることができた上での成功事例というか、まあ、やってよかったことかなというふうに思っているっていうような感じですでもだんだん大きくなって苦労したりだとか逆にその途中で「あ,あれは痛い,痛い思い出だな」とかそういうことないんですか あそういういのはありますねなんかここでできない話とかもすごいたくさんあるんですけどなんか現在進行形でやっぱ思っていることとしてはその授業をたくさんやっているというところに関して、まあ、自分がやりたいことって選択肢を増やすことであってそこをどの領域にするか全然定義していないのでなんかそういう意味でこう授業が増えていくこと自体は個人的にはすごいポジというか自分のやりたい世界線に近づいていっていると思うんですけれども。 なんか一方でじゃあその授業を回、ま、せる人がっていうの変ですけど、うん、回せる人はすごいたくさんいらっしゃるし私以上に考えてくださる方もすごいたくさんいらっしゃると思うんですけどなんかこうそういう時にどうやって会社全体としてこう。 そのそれぞれの事業のビジョンを達成しつつ会社全体としてのビジョンを達成するかみたいな状態を作るのはやっぱすごい難しいなと思っててそこは現在進行形で、まあ、自分自身がすごいなんていうんだろういろいろなんか皆さんの力借りながら試行錯誤している領域になってくるんじゃないのかなというふうには思っています。なるほど その大きな価値としてはやっぱり竜崎さんですらともうイケイケなのかと思いきなやっぱり悩みながらそうやって試行錯誤でやってるっていうのは実際そうですよねなんかいやそうですね本当にそれはなんかなんだろうやっぱ楽しそう,うそういう難しさ含めてあ飽きさせてくれないな経営という趣味はみたいな感じのところはあるんですけどまあなんかやっぱど,どうしたもんかなみたいな感じでやっぱ悩むことはすごい多いですね。あととはそのイケイケケに見えるみたいなところ からの連想で言うとやっぱ外から見るとすごいなんか行けてるねみたいな感じに見えるなんか観光をアップデートしてるねみたいな感じに見えるかもしれないんですけどでもじゃあ実際に同じチームメンバーになったとしてやることってじゃあこうお客様のおもてなししたりとか時にはじゃ清掃しないといけないみたいなことがあったりとかなんかそういうこうすごいなんか地道な地道というかル,ルーティンワーク ぽく思えてしまうようよなことが当たり前ですけどどの会社でも当然あってでうちらの会社も当然あるのでなんかそこをなんていうろうルーティンワークっぽく見えるけど実はそうじゃなくてこうそこからちゃんとクリエイティブなそこにちゃんと向き合い続けるからこそクリエイティブな営みができていくんだよみたいなことを、まあ、本当は私がその現場にいたら伝えることができるけどでも いろんな授業をやってるからいろいろな現場があってそのすべての現場に私が行くことができないからそれがうまく伝えられなくてもどかしいだったりとか、はい、そういうのはあったりするかなっていうのも思ったりはしています、ね。ありがとうございますい。生々しさがどんどん出てきましたよ、ね。そうですか。<laughs> <laughs> あの別にみんなあのうちらのスタッフがルーティンワークをおろそかにしているだけは全然ないんです。<laughs> 前提として<の>皆さんそう<れ>やってくださいくるけど、よレンガ積みの群話ですよね。ああレンガを積んでるのか、教会を作ってるのか、<う>未来を作ってるのかって話だと思うので、あ、うん、ります。そうです、ね、そうですね。なんかああそこがそこを私が全部伝えに行くにはやっぱ授業の幅が広いので、すごい難しいなみたいなところはあるっていう感じです。はい 一社で幅が広いのも大変だけど、一方で、ぜひ村松さんのところにお聞きしたいのは、まあ、お,お話しいただくと思うんだけど、多様な人たちが関わってるじゃないですか、コントロールできる部下でもないわけな人たちが、それぞれの思いを持ったり、それぞれの目的を持ったりしている中、それを調整していくっていうのは、村松さん大変なところだと思うんですけど、まあ、そこら辺、お話しいただけるのかなと思いますけど、村松さん、お願いします。さすがのストーリー作りと振り方、さずうまいですねありがとうございます。 あの私もともと民間出身なので、民間は基本的にやっぱり本当、私も昔、ね、もう龍崎さんとかぐらいの年代の頃も本当、後輩たち、今思うと、もっとうまくやっときゃよかったって、もう後悔ばっかりなんですよね、うん、で反省ばっかりで、でまあ、これをやっぱりまあ地域にどうやっていくときにその反省も生かしながら、少しでも恩返しができるかということを、今まで関わってきた人みんなに思ってやっているので、まあ、そこはの、えっと、失敗ばっかりの人生ですけど、ちょっと参考になればということで、少し話をしたいなと思います。地域連携の話ですね でまた画面をちょっと通しますけども、えー、組織づくりでやっぱりあの今すごく意識しているところっていうのは、ここですね、えーっと。やっぱり失敗ばかり、反省ばかりってところは今も変わらないです、あんまりで。ただ助けてもらっていてばかりですし、でもやっぱり楽しいってことが非常に重要なんだな、皆さんと一緒にっていうのはもう本当、心から思います。 で地域の方々と楽しむんですけど、やっぱりそこはやっぱり私たちの課題もありまして、もともと仲良さそうにはちょっと見えるんですけど、実際地域に入ると民間企業だとか、あのステークホルダーがいろいろ自治体だとか、DMO だとか関わってきますので、実際起きるのはですね、やっぱり民間企業の方は奪い合いが起きたいだとか、でこういった名言がありましてね、そのちょっと名言を今日紹介したくて、一つ持ってきました。えっと、奪い合えば足らぬ、分け合えば余るっていう、相田光雄さんの話がありまして、 でこれはですね非常に私も示唆に富んでるなと思いまして、これをあの今、みんなで、式期で追求するときは、ね、非常にこれが大事でしょうということで、これを私自身も皆様から勉強させていただいて、今日はこのような、ね、あの場で話させていただきますけれども、やっぱり学ぶことばっかりだなと思ってや,やらせていただいています。 でじゃあ、どういうことをやっていくのが必要かというと、やっぱり連携にはお互いの情報をしっかり公開し合って、役割分担が必要で、まあ、ここには女性とか次世代の方のやっぱエンパワーメントが絶対必要ですので、まあ、こういったところを一緒に追求していくというところで考えてやっていますす以上ですありがとうございます。 さすすがでね、もうこの名言だけでも、もう今日聞いた限りがありますし、それを実ゃないですか、ね、いやいやいや、でもそれを感じられてっていうのは、やっぱりあのそこはすごく大事だし、それを伝えていくところって大変ですよね。実際でもそういう思いを伝えていくところに大事にされてることとか、あるいは苦労されてることあります。この,この思いを、はい、名言ですって言ったってみんな従ってくれないわけじゃないですか。てどうやってやられてるのかなと思。 まあでも本当今日いのあの秩父分 DM のですねあの井上さんも今日参加していて皆さんご存知だと思いますけどまああのやっぱりすごくよくよく話すんですけどやっぱりあの本当にね泥臭い仕事多いんですよでそこをやっぱり一緒に汗かいて一緒にやっていくっていうところがまあ多分一番の解決方法じゃないかなっていうのをよく話しているところです短いですけど参考になればあでその通りだと思いますはいいつも話しています井口さんそこら辺 もうそれこそ、なんでか理解しなかった3県にわたるんですね、3県 7, 7市町村ですよが関わってやっていて、しかも行政と民間でした、イグさんのところっていろいろご苦労もあると思うんですけど、じゃあ、イグさんのお話、お願いでできまますすかそうですね、まあ、うん、僕、本当、皆さんね、本当に龍坂さんの話見てると、本当によくそんなに若いのに、そんなに豊かな感性でずばずばいけるなーってこう思ってますし。<laughs> まあ村松さんや、まあ、大輔君さんはね本当に豊富な経験まあやっぱり実社会でやっぱり培った豊富な経験があるのでやっぱりすごく言葉にも重みがあるんですけど僕なんかはなん,なんとなくやっぱりこう旅館の世代で生まれてどちらかというとこう、まあ、家族経営の旅館だったのでそんな中でどちらかと組織経営って学ばない中で。 地域に入っってているプレイヤーって結構多いんですよ実際は例えば旅館の人たちってみんなそうじゃないですか。なんだかんだ言って地域のプレイヤーっていったって結構組織の理論が通じませんよね。結局自分で家族経営しててやっぱり自分の世界になるから。で僕なんかはやっぱりそういうタイプなのでじゃあ僕,僕みたいな仲間の人間がたくさんいる中でどうやって地域を動かすかっていうのは一番難しいのは目線を合わせることなんですよね。これね勉強しろとか 視察に行けとかそんな形で得られるものじゃなくてもうなんかそれこそ一緒にもう職食もにして汗流していってめちゃくちゃ時間と労力をかけえていかないと人間関係って実は作れないっていうのもあるんですけど僕はその中でずっとこうまあ行政ともいろいろやったり民間ともやりたりやってきたんですけど結局雪国観光圏って何なのかなと思った時に。 やっぱり基本は部活動的 D.M.O. と僕らよく言うんですよ。うん、で、僕らゆきんかんごってなんかすごいこう偉そうに見えるんですけど、実は社員いないんですよね。みんな基本ボランティアなんです。じゃボランティアだけどなんで事業できるかっていうと、結局それぞれこう部活動ですよね。みんな自分がこう得意分野があって、なんかこの仲間といると楽しいかもしれない。 それにはなんか対価とかメリットはないけどなんかこの仲間といると刺激を受けるかもしれないっていうような感じでこう何て言うかな加わってるっていうそれがまあなんか集合体として、まあ、僕ら毎年そういった意味では過去10年ぐらいずっと海外の視察に行ったりして同じようなビジョンを見てきてで戻ってきてでそれは自分の宿とか事業でまあそれを発散して。 そしてまたそこで見えてきた課題をまたみんなで話し合ってっていうような感じでどちらかと,と部活動なんですよね僕はなんか最初はこの雪国観光圏ってなんでこんな行政を応援してくれないんだろうな,なんでこんなに僕らばっかり頑張らなきゃいけないんだろうとすっごい思う他の DM を見るとすごい事務局も財源もあっていいなと思って羨ましいなと思ってましたけど今考えてみるとそのお金も財源もないから 逆にみんな自分ごとに考えたっていうか僕自身もなんか素晴らしいリーダーじゃないからななんかなんかこう一緒にやらなきゃいけないんじゃないかみたいな感じでなんかこの仲間のチームっていうのはすごく僕は今のとってみたら結果的に良かったんじゃないかなっていう部分は少しありますまあそういった意味でなかなか結論っていう組織作りっていう意味では結論はなかなか出ない部分はあるんですけど やっぱり、まあ、ちょっとそザーさんの話にも少し共通するところもあるんですけどやっぱりあの課題を持ってるとかビジョンを持ってる人って結局その人しかないんですよ。なんか教育して得られるものじゃなくてもう天性なもんなのか僕みたいにいつも何かに対してこう怒ってるみたいな、まあ、そういうメンバーってやっぱりそういう意味で。 なんか気の合う仲間っていてなんかその気の合う仲間同士がこう自然にこうなんかこう集まってきてっていうところが僕はすごく地域づくりとか、まあ、こういう、まあ、いわゆるその地域づくりって何の権限もない人たちをやっぱり仲間にするわけなので非常にまあ時間と労力も大事なんですけどだからこそなんかやっぱりまあ目的意識みたいな価値観みたいなことなんか同じ苦労するにも楽しめるような人っていうのを。 どう見つけて、じゃあその人同じ舞台にして、じゃあ一緒に汗を流せるかっていう環境はすごい大事かなと思います。まあ、僕なんかまあ会社自体は大体60人ぐらい社員がいるので、まあ、会社の中では逆に言うとこんなことできないですよね。もう会社の中だったら僕はある意味大統領みたいなもんで、僕の一挙一遊にみんなこう <laughs>。 まあ意識してるので、こういうことはなかなかできないんですけど、なんか地域に入ると、僕もなんか1プレイヤーな感じなんで、なんかそのギャップがすごく逆にと面白いというかう、んなんか会社の組織だと、どちらかと裸の王様になりつつあるかもしれないけど、地域の中にいると、僕もなんか1、なんか部活員っていうかね、なんかそういうことが結構、地域の中ではあるし、まあ、いるようにいろいろ勉強させていただきますよね。 まあ地域のことって、本当にもう毎日起こる気持ちいっぱいとか、まあ、DMO って聞くと、もうイラ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 するぐらい、まあ、すごく葛藤があるぐらいあるので、まあ、そういう意味では、なんか、うん、いつも新しい課題と問題が定義してもらえるので、まあ、むしろ、まあ、プラスに捉えて頑張ってますけれども、それイライラしてるのどうやって抑えてるんですか、これは部活動的だからしょうがないんだとか思うんですが、どうやっていやもう一番いいのは、自分の事業で発散するしかないんですよ。 だから龍言なんてまさにそうなんですよ。もう雪国観光圏雪国文化って何ですこんなに価値があるのにみんな分からないでスキーばっかやるんだみたいなところがもう形にしてそれでバンバンお客さん呼んで、うん、そして「うん、わあすごい」って言われることで僕は結構。 うオラ見ろ、俺のやってることだよっていうところを <laughs> <で>言わないけども、<laughs> はい、出せるわけですねもうなんかね、やっぱり自分の事業で発散するっていうのが、んいいですよね多分、そうですね、まあ、龍崎さんも多分そういう思想でね、なんかホテルでもない、シティホテルでもない、こうじゃないんだよ、でも分かってくれないんだよ、じゃあ作っちゃおうみたいな話だと思うので、うん、まあ、 例えば、なんかその辺はなんとなくもう似てるという感じは、まあ、失礼ながらすごく思うんですけど、なんかそのやっぱ自分の事業で発散するっていうものがないと、多分地域ってずっとフラストレーションたまると思う。観光協会長が悪い、市長が悪い、もう他人事のせい。だけど自分の事業で発散すると、なんかそれが全部課題になっちゃうっていうか。 そ,ね、それはすごい応援になるな、だからこそやろうって気になるし、うんはいや、やってくれないって批判すると、コントロールできないところを批判したり、不満を持っててもしょうがなくって、でもそれも実現するのも動くんだけども、はい、自分の事業だったらもう逆にやれるわけですね、自己責任になるから。そはなので、雪、ま、国、あ、観光圏のメンバーというか、本当にコアで動くメンバーで、タイムレス雪国っていう、まあ、アライアンスを作ってるんですけど。うんうん まあ本当に彼らは早いし動きもいいし、まあ、旅館も素晴らしい旅館さん多いですけどなん,かなんかそういう関係性がすごくこう大事かなとは思いますね。 今コメントでも、ははは、カット分かりますと、まだうちもエリアも成果が出てないんで、さらにカットが、多分ご自身の親だも、えっと、エリアも成果が出てないからカットしてるみたいなコメントだと思うんですけど。なるほどね。あの、時間が10分ぐらいになってきたんですけど、じゃあ私もちょっとあの逆に違う観点からというか、あの私自身はあのオンラインアンモリ夏祭りっていうのを昨年やったんですけど、それは46日間でボランティアでやったんで、今の話で言うと、やっぱ部活動的に一気にやってたんで、それぞれがそれぞれの役目を果たしてと、指示とかじゃなくてリーダーシップ、 オーナーシップを取ってやったっていう形で、まあ、近いなと思ったんですけど今私が手掛けているそのあ沖縄のプロジェクトっていうのは我々事業主体民間としてなんです。だけども民間だけじゃできないから周りの人のご理解を得なきゃいけないし。 道路引いてきたりだとかあるいはなんてい,うんだろういろんな雇用だったりだとか含めて協力を得なきゃいけない時に2年僕関わりだして2年ちょっとなんですけどもやっぱりあの振り返るとですねあのその工作活動は過去の青森だとかあの北海道のとこでいろいろ学ばせていただいたんですけどもうちが正しいが先行していくとなかなかあのいかないなと、えー、今のメンバーたち実は USJ の時のにも沖縄進出しようとしたんですけどもその時は素晴らしい 素晴らしい案で素晴らしい計画でしかも国も県も支援してるって形で言ってたんだけどあの森岡がよく取材、まあ、とかでも答えてるんですけどその時はいいものが持ってくると思ったんだけど えと報道で発表された後地元の人が聞くと聞いてねえって話になって逆にいいものかどうかの前に反発心が生まれてしまうみたいなところがあったりするので、まあ、その中で自治体の方行政の方々だったり地域の方々だったり関係する株主の方だったり全く関係ないけど地域の方々だったりに説明するにあたっては。 あのうちがいいですよっていう前にまず何て言うんでしょう相手の方のがまあ自分を守りたいしよそ者がいいものを持ってこようがやっぱり自分のなんて安定性を揺るがす存在なのでまずは構えるなってところからまず敵ではないですよっていうファーストステップから入りまあこんなことを勝手にやってるけどって言って面白くなると初めて3ステップ目でじゃあ協力しようってなるのがあの先ほどから皆さんおっしゃる通り情報共有があって時間があって 相手の理解があって初めて3ステップまで行くので、いきなりどんなにいいものになっても理解されないなっていうのはすごく経験をしてきました。そこはあの最初はもう構えて、えー、っと何て言うの？何て表情を変えないようにしてるし、その例えばあの役所の人だとその奥底には多分守らなきゃいけない。 え、上司との関係だったり、ルールだったり、えー、失敗はしなきゃいけない心と、一方で面白そうなプロジェクトって思ってくれることもあったりしてて、まあ、それを理解した上で時間かけてやってたら結構理解して、今や支援してくださるようになってきたので、やっぱり共通するように、なんかみんなで分かち合うためには情報もシェアしなきゃいけないし、ちょっとだけ先行して教えるとか、相手のことをよく理解するってことはすごく、なんていうの、大事なことだなと思って、今のところは、 あの順調には来てるんですけどもいつもビクビクしながらかといって情報を与えすぎても変なことになっちゃうのでその中であの適切な関係でやっぱ信頼関係一緒の仲間やっぱ結果的にでも部活動的にこのプロジェクトは民間のあいつらのやつじゃなくて、えー、とみんなのプロジェクトだって思わせるのにすごく今心を押えてる。 っていうながが今やりながらやってますちょっとうまくまとまらないですけど、まあ、そんなことやってますということで、時間もあと8分になってまいりましたので、ではですね、面白いキーワードいっぱい出てみました、部活動的な DMO だったりだとか、奪い合えば足らぬ、分け合えば余るとか。 まあ、あのその中で、まあ、共通するのがバイブスを持っていくってところは部活動も成功する部活動はやっぱバイブスが合ってるとかそういうこと大事だったと思うんですがそこら辺も、まあ、相互の話を聞きながらこの先、どんなことをやっていきたいのかと自分たちの活動をこういうことをチャレンジしてみたいなと今の活動を広げるでもいいですしまた新しいことをやりたいでもいいしそれぞれなんか未来に向けて明るい話題をですねこのコロナ吹っ飛ばせいでそれぞれお話をいただければと思います。リュージザクさんお願いできますか あ,ありがとうございます。いや、本当にバイブスがめっちゃ大事だなって思っていて、最近結構面白いことがあって、あの、ートラストっていうサービスで業務委託というか、まああの会、会社を手伝いいただける方を募集して、えっと、何名か、 採用というか一緒に働けることになった時にその人たち同士が実は友達だったみたいなこともあってあこれがバイブス採用かみたいなことをすごい思ったんですけれどもまあなんかそのプロジェクトで何をやってるかっていうと実は私たち今産後、えっと、ケアホテルを作りたいなっていうのを思っているんですね。 でまあ、どういうことかっていうとなんか宿泊施設ってなんかな何で,、うん、でだろうって結構思っててで自分の価値観で言ったら自分の価値観で言ったらちょっと変ですけど宿泊施設ってその言葉の文字だけを取ると、うん、言ったら病院も宿泊施設だし刑務所も宿泊施設なわけですよね。<laughs> って時にじゃ宿泊施設を経営していてじゃあコロナになって今は来なくなったどうしようみたいになってるのって実は。 なんかこうそこだけじゃないポテンシャルが本当はあるはずでなんかこうそうじゃない形でじゃ自分たちがやっている宿泊産業っていうそのナレッジだったりとかアセットっていうのを活用することができるんじゃないのかなっていうのは結構思っていてでも私がもともとその選択肢の多様性のある社会作りたいっていう話もあった通りなんか。 まあ自分が今25とかなんで、まあ、いつか結婚して子供を産むだろうみたいなことを考えた時にその産後の女性の取り合わせ選択肢ってマジでなくてでその択しかないんですよねでそれってすごくプアだなというふうに思っていてそこに対して第三の選択肢として、うん、とちゃんとビジネスで、まあ、お金の関係で成り立つでもより快適な えっと、サービスを提供できるオプションというのはきっとあってもいいんじゃないのかなと思っているしなんかこうその選択肢を通じてその産後って女性の生活とかが一番変わってその人の人生のその後の幸福度をめちゃくちゃ左右してしまう大事な時期だと思うんでそこに対して継続的に働きかけてその方のまあ人生をまあ言われじゃないですけどよりその人にとって望ましい方向に導いていくお手伝いができるような存在になれるんじゃないのかな っていうふうに今思っておりましてなのでそういう意味で今結構まだえいろいろ模索中であるんですけどなんか観光業っていう枠を出て産後ケアだったりとかそういったところに最近はすごいこう可能性を感じてやらせていただいているというようなはいそういう形でございます素晴らしいありがとうございますままああパ,パワーをいただいてますよありがとうございます, <laughs> で,す <laughs> ではあの村松さんお願いします、はい ちょっと柚崎さんの後だとなんかお,とおじさんがいますと,ちょっと申し訳ないなと思いながら話しますけどあの、まあ、私やっぱ自分が楽しんでるか周りがの一緒に楽しんでやれるかっていうことがすごく重要だと思っていてで私自身はです、ね、正直あんま仕事ができないタイプなんですよ実は。<laughs> であの、まあ、ちょっとね悔しいんであの、ね、皆さんそう思われるかと方も多いと思うんですけど、まあ、仕事ができないじゃないかこいつ駄目じゃないかって思われる方も多いと思うんですけど私も実はそう思ってるんですね。 であのそうするとやっぱり一番大事なところとして何になってくるかっていうとやっぱフォロワーシップっていう感じだと思っていてでやっぱりあのどうしてもリーダーシップということでその地域の中でこうやろうとしている方とかがいらっしゃったとするとやっぱりなかなかこうフォロワーシップになっていかなかとしてやっぱりほとんど助けてもらうことの方が多いので。 まあ、今まで通りですね、その皆様の力を借りて、助けていただきながら、私も、あの、皆様少しでもお返しできるように努力していく。っていうことを、まあ、今後も続けていけたらなと思って、頑張りたいと思ってます。本当に、今日はありがとうございます。ありがとうございます。ますぜひ,ぜひなな、なんかね、つながってやると思うんです。僕、村松さんとやると思う。んですす <laughs> お世話になってます。はい。井口さん、お願いします。はい、えっ、ー、と、まあ、あの、今回、まあ、コロナの時に、ですけ、ね、すごい考えたんですけど。うん まあ、雪に観光圏って理念があって、100年後も雪になるためにっていう理念でやってるんですよ。で僕らも自分の商売を何かしたいっていうよりは、やっぱりこういう旅館業って、やっぱり次の世代にどう託すかっていうことが、なんか考え方のベースにあって、100年後なんです。100年後って僕が生きてるうちにならない世界ってことですよね、逆に言うと。で、僕はずっとそれを思いながら10年間活動してきたんですけど、まあ、コロナになった時に、まあ、お客さんいないわけですよ。 本来こういうみんなが危機な時こそ100年後も1きであるためにって言ってるんであれば必要とされる産業になってなきゃいけないんじゃないかなと思った時にいや今まで上げた自分の理念で結局口先だけだったんだなっていうことを結構反省したんですよ。こういう時こそ本当に人間はやっぱり旅をするべきだと思うし。 むしろ何かその旅から何かを学ばなきゃいけないものじゃないかなと思ったときに、なんだかんだ言ってやっぱり今来てるお客さんって、そういうものじゃなくて、目の前の自分のまあ欲求を満たすために旅をしてるんだろうなと思ったときに、なんかこうコロナ後はもっと違う形で、まあ我々旅を提供する立場として、もっと何か変えられることあるんじゃないかなっていうことが、すごい自分の中で大きなテーマです。まあ、そういうい意味では うち、まあ、で旅館もやってるんですけどあえて旅館ですけど食事はしないでいただいてもいいですよその代わりもっといろんな体験をして2泊3泊過ごしてくださいとか例えばいろんなカリキュラムを組み込んだあの学習プログラムをやったりとか、まあ、言葉にしちゃうと簡単ですけど本当に人が困った時とか何かをこうむしろポジティブに旅をするっていうことをやっぱり僕らは真剣に考えていかなきゃいけないかな。 建物とか温泉とか景色っていうなんか欲求を満たすための旅だったんですけどなんかそうではない旅っていうものをまあこれから多分僕10年かかると思うんですけどそれをなんかこう探して形にしてなんか部活動のメンバーと一緒にやってってっていうのをなんか続けていきたいなぁとは思いますねはい是非皆さんとも協力していきたいと思いますありがとうございます えー、じゃあ、私から最後あの、ちょっとだけあの最後、スライドなんですけど、これ、あの地元の名護市となきそ村と連携協定を結んだんですけども、地元も非常にあの喜んでくれていて、僕、一番嬉しかったのはです、ね、この地元の、まあ、議員さんと飲む機会があって、議員さんと飲むってドキドキしちゃうんですけど、お願い事はしないから一瞬飲もうって言われたんです。<laughs> でじゃあ飲もうって言って、飲みて、あで飲んでる最中に、ごめん、やっぱり1個だけお願いがあるんだって言われたんです。 えと思ったんですけど何かっていうとこれ地元にですね泣き人村という村なんですけど唯一高校が北山高校ってのあっていつか将来お宅のテーマパークの社長にうちの北山高校の卒業生をしてやってくれって言われた時めちゃくちゃ感動してもうそういう状態を持っていきたいなと思ってるのでまあもう目指す未来としてオーランドのようにですねあのテーマパークもあるしホテルもあるし産業もあって大学がいて人がいて給料も上がってみんながそこに誇りを持っているような状態に、まあ、関わるその一歩を今 作ってるって思いでやってるからこそ、なんか一つ一つの今のまあ、関わってくる人たちとのやり取りも丁寧にしながら、やっぱ大義を失わずにみんなが思ってること、大事にしてることを活かしながらまあやれればななんていうそんなあの自分、えーえー、もう込めたな決意表明を最後にさせていただきました。すいません。時間が延びてるのでまとめは皆さん聞かれた方それぞれやってほしいと思うんですが、一つだけあえてあの申し上げると。 今日登壇されたあえて私も含めてですけどもなんか過去の問題文句だとか不満だとかじゃなくてそれをいかに解決して あのより良いものにしていこうかむしろその不便だったりなんかおかしいなって思うこと今の最後の井口さんの話もそうですけど旅について旅の違うところをもっと面白い旅にしようと優崎さんが言うんだったら選択肢を増やしたいみたいなそういった活動をそれぞれこうやってみんながやってったらやっぱり面白くなるしそれこそバイブスでつながれる人たちがもっともっと増えてきてやっぱり、あのー、アフターコロナコロナなんかそうそう今日コロナの話あんま出なかったじゃないですか。 えー、面白くやっていこうみたいな。ですよね。そんなことを、あの、あのみんな確認できたんじゃないかなと。無理やりまとめて締めたいと思いますが。大丈夫ですか、村松さん。一言。大丈夫です。はい。井口、えー、さんも。何かありますか。うもう、ありがとうございました。ありがとうございました。<う>えっと、宮崎さん、一言お願いします。あ、そうですね。まあ、なんか、今の話をさらにまとめると、なんか不満とかっていうのは課題の。 種で課題っていうのはビジネスの種だと思うんでいっぱいいろんな不満を見つけていっぱいイライラしていっぱい解決していけたらいいなと思いましたなるほどイライラはあのなんていうの嫌なものじゃなくて種だと楽しみの種だと、うん、解決の種だともうそれはもうそう最初の自己紹介のところでそれを感じたので、まあ、それぞれイライラをありがとうと思いながらでそのイライラに行き詰まったら自分の授業で発散するということで頑張っていければなと思います。 えー、ではあの、時間となりましたので、以上で終わりたいと思います。名残惜しいですが、またつながりながらですね、みんな面白いことをしていきましょうはい。では、以上で終わりたいと思います。皆さんありがとうございました。ありがとうございます